はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、三井住友カードからナンバーレスカード登場、今だけお得な特典もということで、昨日かなりですね、ツイッター上で話題になっていた三井住友カードからの情報ですね。この動画は新たに登場した三井住友カードについての情報と、それに関連するお得な特典など含めて、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは いってましょうということで、今回ですね、三井住友カードから発表された新しいカードはご覧のカードとなっております。あまりこうパッと見ね、何が違うのかと思うんですけども、そうなんですよ。こちらナンバーレスっていうタイプの三井住友カードが出ました。で、こちらのカードなんですけども、何が違うのかっていうことなんですが、もうここに出てるように、カード番号をなくした安全デザインということですね。そしてカード情報に関してはアプリでも確認することができるというようなタイプとなっております。 で、詳しくカードの情報を見ていこうと思うんですが、まず従来通りですね、ビザのタッチ決済はそれぞれビザとマスターには搭載されてると。で、あとはここにですね、もともとお名前が出てるんですけども、それがもう記載なしのタイプということになりました。僕もね、左のグリーンカード持ってるんですけども、しっかりと僕の名前入ってるんですが、新しい三井住友カードのナンバーレスには名前がないと。で、カードの裏面なんですけども、今回の名前の通りナンバーレスということになりますんで、もうカード番号の記載がないんですよね。一応カード発行日のイン 印事はあるらしいんですけどもまあ、カード番号の記載がないということであればねセキュリティ的にはすごく高まるのかなというふうに思いますちなみに名前に関しては一応左下に出てるみたいですねまあおそらくセキュリティコードも出てないのでまあそういった情報を防ぐことができるということですねうんパッと見本当にかっこいいですよね本当に今風なカードでまあ少し寂しさはありますけどもでこのカードの詳細の情報なんですけども今お伝えしたようにブランドはビザとマスターということになりますで入会対象者に関しては満18歳以上そして高校生は除くと で、年会に関してはなんと永年無料なんですよね。これ結構いいですよね。っていうのをですね、僕が発行した三井住友カードなんですけども、まあ普通に表面に名前があって、そして裏面にカードの番号があるタイプなんですが、僕の場合税込み年会費1375円かかるようになってるんですよね。で、確か僕の記憶では、三井住友カード側から以前電話があって、マイペースリボでしたっけなんかそれの設定をしておくと、年会費がかかりませんということで、多分その設定にしたので今のとこは年会費かかってないんですけども、このナンバー スプタイプのミツイスミッカードに関してはなんと永年無料なのでそこはかなり魅力的なところではありますよねそして先ほどお伝えしたようにタッチ決済の機能はありとで電子マネーに関しては ID 決済ピタパワーオンも対応しているとで今回の魅力的なところといえばやっぱここなんですよね特典常時還元とあと入会特典含めて3つということでまあ、おそらく今だけのキャンペーンにちょっと近いものもあるんですが今から大きく3つに分けて特典紹介したいと思います で、まず紹介させていただくのは、ここですね。ずっとお得、いつもお得、V ポイントが最大5%還元ということですね。この三井住友カード、ナンバーレスのカードを使って決済したら、基本の還元ポイントが200円で1ポイントの V ポイントっていうのが貯まるようになります。で、なんでこの最大5%還元というところのからくりを見ていこうと思うんですが、まず最初はここですね。コンビニ3社マクドナルドで、ポイントがプラス2%還元ということですね。 ま、この2%還元に関しては、これまで三井住友カードで、こういったセブンイレブンとかファミリーマート、ローソン、マクドナルドで決済した場合はまあ、ま、2%還元というのはね、結構有名な話だと思うんですけども、今回はさらにここがパワーアップした状態になります。それがここですね、タッチ決済ならさらに2、プラス2.5%還元、最大で5%還元ということになります。で、先ほどのところからちょっと一部抜けてる部分あるんですけども、セブンイレブン、ローソン、マクドナルドにて、ピザのタッチ決済、マスターカード、コンタクトレスを使って、 で、お知らい,いただくと、さらにポイントがプラス2.5%ということになります。まあ、ここにね、一部抜けてるのはファミリーマートがちょっと抜けてるということになるんですが、まあ、おそらくね、まだファミリーマートがタッチ決済に対応してないので、まあ、こういったことになってると思うんですけども、このセブンイレブンローソンマクドナルドで決済した場合の還元率、見ていきましょう。まず、通常であれば、ここに出てる通り0.5%還元。で、対象の利用店舗で2.5%還元。これで5倍になるんですが、今回はこのタッチ決済を使って決済した場合、なんと、ポイントが10倍になりまして、ここに 2.5% 5%が上乗されて実質5還元でででセブブンンンイレブンローソンマクドドナルドでお買いい物ができるということになりますこれすごいですよね。今現時点ではこの5%還元っていうのがいついつまでっていうのは決まってないので、とにかくこのセブンイレブンローソンマクドナルドで決済した場合は常に5%還元でいけるということになります。なので普段からセブンイレブンローソンマクドナルドを利用されている方であれば、このカード自体かなり魅力的なカードになるのかなと思います。で、他にもこういった選んだ3点で必然 ポイントプラス0.5%還元とかそういった特典もついてたりしますけどやっぱりこのタッチ決済かなり魅力的ですよねで続きまして2つ目の特典ですねここも結構すごいです最大1万1000円相当プレゼントキャンペーンということで新規入会するプラスご利用でご利用金額の20%最大1万円相当の V ポイントがもらえるそしてスマートフォンアプリの V ポイントで使える1000円分のギフトコードが使えるこれを合わせて最大1万1000円分の特典がついて てるとということになりますで、このキャンペーン自体は、ちゃんと期間が決まっていまして、2月の1日月曜日から4月の30日金曜日までのキャンペーンとなっております。結構長いですね。で、ざっくりこのキャンペーンをお伝えしたいと思うんですが、まずここの1万円相当の V ポイントどんな風にもらえるかというところなんですけども、対象となるカードはこれらのカードとなっております。先ほどお伝えした三井住友カードのナンバーレスタイプだったりとか、普通の三井住友カードとかそういったものですね。で、ご利用金額の20%、ここが今回ポイントですね。これを利用することで最大1万 相当分のの V ポイントがもららえるるととというここになります、まあ、単純計算したら1万円割ることの0で、5万円分決済することで、この1万円相当分の V ポイントがもらえると。なので、なので実質、お買い物したら4万円分ということになりますね。で、V ポイントって実際どんな風に使えるのかって気になると思うんですけども、まあ、ここにもしっかりと出ております。V ポイントとはということで、まあ、実際ね、1万円相当分の V ポイントもらってどうするのかっていうことなんですが、ここに使うっていう項目があるんですけども、例えばこの V ポイント自体はネットショッピング コンビニとかの店頭で、1 1ポインント1円でで使ええて便利とと、まあ、先ほどお伝えしたた、ね、コンビニ3社であったりとかでこれまたいつか紹介しようかなと思うんですけども、この V ポイントアプリカップリペイドにチャージすることができるということになります。これなんか新しく始まったサービスらしくて、そこにチャージをして1ポイント1円として利用することができると。他にもビザプリペイドカードですね。で、あと家族のお財布へのチャージ。そういったものにも V ポイントがチャージできると。で、あとここもいいですよね。お支払い金額にキャッシュバックできたりとか、 で、あと景品とか他社のポイントにも交換することができると結構この他社のポイントに交換する方も結構多いのかなと思います。そういった V ポイントが1万円相当もらえるということになります。まあ、結構使い方が幅広いので、ポイントでもらってもかなりお得なのかなというふうに思いますね。 で、この1000円分のギフトコードについては、期間中に対象カードで新規でご入会した本会員の方ということになりますんで、いくらいくら使わないといけないっていうような条件もなさそうなんで、それは結構いいですよね。まあ、先ほどお伝えした1万円相当の V ポイントについては、まあ、5万円使って上限の1万円に到達するんですけども、この V ポイントギフトコード1000円分に関しては、特にそういった条件はなさそうなんで、これは結構お得なのかなと思いますね。で、ここの最大1万円相当の V ポイントプレゼントに関しては、対象とならない条件 ねしっかりあるんでここは注意をしてほしいんですけどもこの赤いところですね以下のいずれかに当てはまる場合対象となりませんということで2021年1月31日時点で対象カードをお持ちの方これはダメとそしてここの方結構多いのかなと思います2019年3月1日以降新規で対象カードを発行した履歴がある方三井住友カードとかこういったものが発行されている方は対象外とで他にもねこういった条件は結構あったりするんでもうこれに該当するかどうかちょっと分かんないなというは一 一度、三井住友カード側に問い合わせて確認することが僕的には一番ベストなのかなというふうに思います。以上が得点二つ目についてでした。 で、もしですね、この三井住友カードナンバーレスを作成するならということなんですが、ご存知の通り、もうポイントサイト経由、もうこれが絶対お得かなと思います。で、今回紹介させていただくポイントサイトは、チョビリッチというポイントサイトですね。で、このカードの探し方なんですけども、このチョビリッチのサイトに入っていただきましたら、ここに検索するバーが出てきますんで、ここで三井住友という風に入力をしていただきます。ま、いろいろ出てくるんですが、そしたらですね、検索結果の中に、三井住友カードナンバーレス2万ポイントという風に出ております。 これをタップしたら、新登場、三井住友カードナンバーレス、年会費無料という風にいろいろ出てるんですけども。で、今回すごいのはここなんですよね。チョビリッチの場合2万ポイントは1万円相当に該当するので、なんと作成したらですね、チョビリッチのポイントがこれだけもらえるんですよね。これめちゃくちゃお得かなと思います。もちろんね、チョビリッチの方で直接現金化することもできますし、まあ他のポイントに交換することもできます。 で、作成するときはこのサイトに行くというところタップしたら、画面が切り替わって三井住友カードが作成できるという流れになります。一つですね、ちょっと気をつけておいてほしいことがあるんですけども、こちら今出てるのは、チョベリッチスタッフの2月1日のツイッターなんですよね。まあ、今回発表された三井住友カードナンバーレスについてのツイートがあったんですが、ここにも出てる通り、早期収入量あるかもという風に出てたんですよ。 で、他のポイントサイトのツイッターとか拝見してると、同じようなツイートが結構あったりするんで、もしかしたら僕が今、こういった動画をアップしてる時点でなくなってる可能性ももしかしたらあるかもしれないので、そこだけご注意ください。まあ、ポイントサイトあるあるで、期間が結構ランダムで決まってたりするんで、で、人気の案件とかすぐになくなったりするので、もし作成される方はですね、ここだけ注意した上で気をつけてください。まあ、一応ですね、今お伝えした特典3つ、常時最大5%還元、最大1万1000円相当の V ポイントがもらえると。 で、ポイントサイト経由をしたら1万円相当がもらえるということですね。これ冷静に考えても結構熱いですよね。作成しただけに1万円相当をもらえて、かつ5万円分利用したら1万円相当もらえて、 で、さらにギフトコード、V ポイントのギフトコードですかね。これが普通に千円分もらえて、で、今後使っていく上で、タッチ決済であれば最大5%まで還元されるということなので、まあ、もしね、ご自身が発行できる条件とか整っていれば、まあ、検討してみるのも結構ありなのかなというふうに思います。まあ、そんなこんなで今回は、三井住友カードから新しく発表されたナンバーレスのカードについてお伝えさせていただきました。まあ、結構ね、こういったナンバーレスとかタッチ決済もそうなんですけども、本当に結構この三井住友カードって、先を先を走っていくイメージがすごい強いので、 で、何かしら新しい情報がアップされるために結構ワクワクしますよね。まあこういった新しいカードの発表を含めて、また今後の三井住友カードもちょっと気になるところではあります。で、先ほどお伝えしたポイントサイトのチョビリッチの登録まだの方いらっしゃいましたら、一応下の概要欄にリンクを貼っておきます。で、お伝えしたように、もしかすると、まあかなりね人気の案件なので、三井住友カードナンバーレスの案件がなくなっている場合もあるかもしれないので、ここは注意した上で、発行検討してみるのもいいのかなというふうに思います。ということで、 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました